皆さんこんにちは学習者のみなさん e p チパッシャラへようこそ今日は日本語の文法の中で敬語について説明します本モチュールの目的は学習者が敬語の意味を を理解すること、敬語の種類について勉強すること、敬語の働きと機能を把握することです。次の会話を聞いてください。田中、山田部長、明日、宴会にいらっしゃいますか山田、うん、行くよ。 田くんも行く田中はい参ります会話に田中山田さん明日宴会に行きますか山田うん行くよ田中さんも行く田中はい行きます上記のような会話は きっと、二つの会話は内容が同じであっても、登場人物の対人関係は仲間であるか上下関係なのかなどにより、言葉遣いが違ってくるのです。つまり、登場人物は1は 確かに部長と部下には先輩と後輩それとも部長部下の関係でしょう。日本語では話して聞きてそして話題の人の間の大人関係人間関係により 話し方言葉が変わってくることを指摘します。これらのことを総合的に敬語と言います。本文集では敬語の意味を理解しその作り方や機能を学びなお、その種類の使い分け が使用も学びます敬語とは敬語は待遇表現の一つであり相手に敬意を表す時に使われます敬語は二人称の聞き手相手に対してはもちろん会話の中に出てくる 三人称、つまり話題の人や物事に対して使われるのです。敬語は社会的地位の上の人身分の上の人年齢の上の人に対して使います。つまり敬語は 話し手の聞き手や話題の人との人間関係、女言関係、真相関係の認識、確認が必要とされます。日本語の敬語は相手を高くするだけではなく 話し手を低くすることもよくあります。これは日本語の敬語の特徴だと言えいよ。敬語の働き敬語は敬意を表すのに用いられるが家族や大変親しい人に対しては 敬意を感じるにもかかわらず使わないのです。自他関係、社会的地位、年齢の差とともに、場所や場面の確認も必要とされ、話してはいつもその配慮をしないといけないのです。 その配慮をすることによって社会的関係は維持され円滑なコミュニケーションにもつながり言葉も美しく上品に聞こえるのであります。その認識の底にあるのが 日本人の人間関係を構成する内と外の概念です。内には自分の家族や身内の人が入り、外は一応そうでない人です。内と外は相対的であり、 家族以外の属しているグループ、職場、会社の人は、場合によって、うちになったり、外になったりすることがあります。家族に対して、自分の会社の人は、外となるが、他会社の人に対して、 自分の会社の人はうちとなります。いかの同心円でわかるように家族や身内の人に対しては敬語は使えません。会社の人に対して 敬語が普通に使われ、うちの人に対して敬語を一切使わないわけではないです。うちの人と呼び合っている時に敬語が使われます。ただし、それは家族の場合は呼び合っているのみに 限定され、動詞の変形の際に用いらればいいのです。話し手が使う敬語も、この内と外で形成される人間関係によって決定されます。敬語は内と外の評価、区別であり、 対人関係の中で体の確認が重要であります。お、no,、図を見ると A は家族や身内との関係なので敬語は用いられません。B の場合は相手と 話題の人によって敬語、現状語を使ったりします。C は自分の属していないグループなので敬語は用いられます。そして D は相手は社会的な関係になく無縁なので 対人関係の中に入らないため、敬語の使用は必要とされません。なお、A と D は情報敬語を使わないか関心、縁の点では相違していることは理解できます。例えば、お父さん。 いつ帰るのグプタ部長。いつお帰りになりますかこの場合は、うちの関係だったら、父、母、姉、妹、社長のグプタ、外の関係の場合は、お父さん、お母さん、お姉さん、妹さん、グプタ社長。 があります表でわかるように自分の家族について外の人と話すとき父や母を使うが外の家族についてお父さんやお母さんを使用しますただし家族を呼び合う際 お父さんやお母さんを使用します。敬語の種類敬語は基本的に敬意を表すために話す書く言葉の工夫であり従来密に分けることが多かったのです。つまり尊敬語 現状語と丁寧語とです。尊敬語とは相手、聞き手、話題の人の地位、動作や所有するものを高めることで敬意を表すことです。一方、現状語は話し手の 自分の地位や動作を低くすることで相手、聞き手、話題の人の地位を高め敬意を表すことです。丁寧語は相手に丁寧な気持ちを表す場合に使われます。これは 美化語とも呼ばれるが、相手に敬意を表すのみならず、話して自身の言葉遣いに効質を与え、上品にするとも言われます。ただし、2007年に文部科学省のまとめた敬語の指針によると、 敬語を従来の敬語、謙譲語、定年語をさらに細かく5つの種類に分けています。表で見ると、いかのようになります。敬語の3種類、尊敬語、謙譲語、 丁寧語、現在の5種類尊敬語謙譲語1謙譲語2丁寧語美化語尊敬語相手聞き手話題のひ人の地位を高めている いらっしゃる、なさる、召し上がる、おかえりになる次は、現状語1話しての相手に向かう行為お持ちする現状語2話しての自分も地位を低くすることで 相手の地位を高める例えばいたすまえるへいしゃ、丁寧語相手に丁寧に述べる例えばですます美化語自分の言葉遣いを上品にする例えば お水、お寿司などです。本文中でも蒸気の5種類を参照にします。敬語の作り方各種類の作り方を見ていきましょう。尊敬語日本語の 敬語使用において、文章は文法が変形せず文末の動詞が変形することがよくあります。動詞の場合、尊敬語の作り方に2つあります。を書きます。プラスになります。 おかきますからまをとって。になりますをつけます。たとえば、グプタ先生は、あぐらからおかりになりました。社長は、電車をおつかいになります。おかりになりましたもおつかいになりますもそれぞれ 先生と社長のする行動で敬意を表すのに尊敬語を使用します。2、行きます。プラス、枯れます。来ますを取って、枯れますをつけます。行かれます。例えば、 グプタ先生はアグラから帰られました。社長は電車を使われます。動詞の変形は受け身と同様であり、1に見られる動詞の変形より、尊敬の度合いはやや低めであるが、一般的に 新聞や論文によく見られます特別動詞ただしすべての動詞は上記のように変形せず尊敬語が用いられた場合特定の動詞を使う場合もあります。 それを次の表で表します。動詞するそ。尊敬語はなさる。行く、来る、いるの場合は、いらっしゃる。飲む、食べるの場合は、召し上がる。言うの場合は、おっしゃる。 見るの場合はご覧になる。知るはご存じ。くれるはくださる。先生はおはようございますとおっしゃいました。なさる、いらっしゃる、おっしゃる、くれるの、マスケはそれぞれなさいます。いらっしゃいます、おっしゃいます。 くださいますとなることは注意する点です名詞・形容詞名詞や形容詞には法頭の方にセット語のをまたはごが使われます普段和語はを漢語はごがつくが例外も見られます 例えば、お電車、お時間、お茶などです。そして、人名、地名、外来語に基本的におもごもつきません。例えば、おすすめ、お水、お湯、 お箸、お静か、ご、ご意見、ご質問、ご到着、ご住所、ご立派、こういう名詞、人の呼び方には設備号の「さん」や「様がつきます。例えば、田中様、ま、窃盗語と 設備語、両方につくものもあります。例えば、お客様。次は、現状語。現状語一。現状語は、話してや、話しての家族。身内、職場の人つまり、うちの人が、相手、聞き手に、 直接何か関わり、影響のある動作をする場合に、話してが自分の地位を低くして相手に敬意を表します。これは、尊敬語と関係なく存在するのではなく、情報とも 同じに使われることは常です。動詞1動詞お持ちます、プラスします、お持ちします。例文私は先生にメールでお返事しました。先生 カバンをお持ちしましまょうか。上記の例文では先生にメールで返事するや先生のカバンを持つは話し手の行為は目上身分の上の先生に関わるのある動作なので お返事しますとお持ちしますを使います。現状語にこれも検証語であるが話してやその身内の聞き手に直接関わり影響のない動作に用いられ聞き手 敬意を表すために使われます。特別動詞特別動詞話しては自分に行為をへだり下って言う時いかの表の動詞が用いられます。動詞とその現状語 行く、来る、参る、する、いたす、もらう、いただく、見る、拝見する、いる、おる、言う、申す、会う、お目にかかる、聞く、伺おう。例えば、明日8時に参ります。弟は、 8時に参ります。ここが話して、無一の行くという動作で、聞き手に直接影響を及ぼさないが、敬意を表すのに参りますは使用されます。名詞、現状語には 話しての自分の所有物と所属するグループに対して減りクだった言い方そして相手や第三者のに敬意を表すと特定の言い方です話しての持ち物出択相手の持ち物オタク弊社 記者出張、誇張、もの、肩、例文、弊社のミラというものがお目にかかります。丁寧語、改まった場面で丁寧な言葉を使用することであります。 普段はです、ます、二文を終えることが多くあります。話題の人に尊敬や現状の気持ちは特になく、聞き手に丁寧に多少の敬意を表します。例えば、明日、妹はあぐらへ行きます。 グプターでございます。ビカゴ。基本的に話してが自分に言葉が上品で美しく聞こえるように使います。女性によく使われます。例えば、お天気、お花、敬語を使用するときの問題点。 敬語は相手、聞き手に対して、尊敬の気持ちを表す表現であり、場面、場所で人間関係、対人関係の中で、いわゆる社交的な会話の中で使用されます。敬語は、ただのコミュニケーションよりも、 そのの方法の一つです。そこには内容はもちろんその伝え方も重要になってきます。敬語を使うとき、使いすぎないように注意する必要があります。例えば先生はデリーにお帰りになられました。 すでに帰るは尊敬はお帰りになりましたになっているのでさらに敬語にする必要はありません。そして、副語同士の場合は後ろの同士が尊敬語に変形します。例えば、社長はあぐらへ行っていらっしゃいます。 もう一つ注意すべき点は、敬語は相手の願望、欲求、能力を聞くときに使用しません。社長、ジュースが飲みたいですかはご用です。召し上がりますかまたはお飲みになりますかせいようです。 外国人日本語学習者にとって、敬語の知識はもちろんあった方がいいと思われるが、日本人でも十分に確認した上で使った方がいいと思います。敬語を外国人はもっと誤解されやすいので、十分に 理解した上で使った方がいいと思われます。どうもありがとうございます。